木村忠成は、日本のナレーター、ラジオ DJ。かつては、KYOYA名義で活動していた。ちびまる子ちゃんでは、ひらがなの木村KYOYA名義で活動している。福岡県出身。西南学院高等学校、西南学院大学文学部外国語学科英語、専攻卒業。西南学院大学に在学中に、派遣留学生として、米テキサス州、ベーラー大学へ留学経験がある。1989年に、FM 東京主催のアメリカントップ40イングリッシュ DJ コンテストでグランプリを獲得し、ディスクジョッキーとしてデビューした。1990年より地元の KBC ラジオが KBC インパックスと称したゾーン編成を開始し、FM を意識したリニューアルを行ったが、デビュー間もない木村がジングル担当に起用され、KBC カウントダウンホット20の DJ を務めた。また、1990年にはプロレス団体 SWS の旗揚げ戦中継で実況を担当した。1992年に上京し、日本テレビ系、すすめ、電波少年を皮切りに、バラエティ番組のナレーションを主戦場として活動する。非常に特徴的かつ軽薄なナレーションを得意とする。その他、かつて DJ として登場する際には、KYOYAという表記を使用し、東京 FM、横浜 FM 放送、J-WAVE、など FM 局を中心に番組を担当していた。2001年、自作の童話を朗読した CD、カノンを発表した。2008年、ラジカルの DJ テルが休暇を取った際、DJ KYOYAとして出演したこともある。2009年、森田和義アワー笑っていいとものニュースどっちジャパンに出演し、ナレーションを披露した。2019年11月1日より YouTube への動画投稿を開始している。2021年4月、声の魔力、パワーオブボイス電子書籍を初出版。2021年10月、木村KYOYA声優、ナレータープロ養成塾開講予定。現在、技術と知識を継承できる弟子を1クラス15名限定で募集している。ちびまる子ちゃんにて長年にわたり、ナレーションを担当してきた、キートに山田が引退したことに伴い、後任として2021年4月4日、放送部によりナレーションを引き継いだ。ありがとうございます。